なんかソーセージかなんか食べてお待たせいたしました。のぞくよ。本日はのこぎり山ロープウェイご利用いただきまして誠にありがとうございます。あ、でも向こうは見えるような、このゴンドラは定員4丁目、秒速5メートルで運転する、山頂まで約4分で参ります。このノコギリ山は海抜329メートル、千葉県三平山のうち随一と称されます。音に聞くノコギリ山に来てみれば幅と風さを引き分けにきりと歌われたそうです。幅と風さの食い遣いを出しているところでございます。これより通過いたします支柱の高さは18メートルでございます。この山は全山境界岸山階で長い歳月の間風化侵食され、至る所に木が海石、動物が、山頂の日本時計台は33万平方メートルの広大を誇り、千葉県指定の18章36ゲームの数多くの秘境にと、また動物内には小平観光者を生み、1553歳の小石の仏、さらには高く全長31メートル、日本最大の大仏の区域、その他百尺観音、地獄の時の観音主、そのまだ一番目を覚める住所一覧台の景観は多くの人々に称賛されているところでございます。ああよかった、注意でした。前方に見えます垂直の岩肌は遠い昔より建築用石材として切り出された跡でございます。まもなく山頂駅に到着でございます。アフィさん、本日はのこぎり山ロープウェイご利用いただきましてありがとうございました。降りる際足元が階段になっておりますのでお気をつけください。またお忘れ物ございませんようお確かめください。まだ朝早いからもやがかかってんだよね。あれ、次の青の声。
ちゃい。うん、あれはちっちゃい。おっきいの見た？あそこ。あー、ほんとだ。すごいね。ちょっとだけ走ってる。うん、ちょっとだけ走ってるね。ゆっくり走ってる。進んだね、あれだけ走ってんだよ。